生きるとか死ぬとか、父親とかは、j n ーによるエッセイ。文芸雑誌、波2016年3月号から2017年8月号まで連載され、2018年5月18日に、刊行された。決して楽しい記憶ばかりではない、母との出会い、全財産の喪失、そして他の女性の影など父への愛憎や、家族の表裏を描く、普遍にして、 特別な家族の物語。2021年4月、吉田羊と国村俊の W 主演で、テレビドラマ化。この男、肉親につき、男の愛嬌結核男とダビデの星触らんと、ミルフィーユファミリーツリー不都合な遺伝子戦中派の、終点とブラスバンド7月のやけなすそれぞれの、銀座ミニトランプ、東京生まれの、 東京を知らず、H 氏のこと二人にしかわからないこと商売は、難しいステーキとパナマ棒を騙すとか騙されるとか、ここにはいない人再びの沼津真っ赤な、マニキュア予兆半分の踊り子石川の家、愛子石川の家 2E ニュースと悪いニュースにて、ひなる、似た者同士父からの申し継ぎ2021年4月10日から6月26日まで、毎週土曜0時12分0時52分に、テレビ東京系、 ドラマ24で放送された。主演は、吉田陽と、国村俊。劇中では、神原時子と、東七まななみが出演する、TBX ラジオの人生相談番組、トッキーとひとときが放送されている。スーがパーソナリティを務めていた TBS ラジオ、週末お悩み解消系ラジオジェーンス相談は踊る、がモチーフになっている。2021年5月29日には、 TBS ラジオで実際のラジオ番組として放送され、リスナーからの相談も実際に募集した。ありがとうございます。